未来が
タオルがないですね。暑いぜ。山口で、はい、ありがとうございます。これあの曲を作るときにうちの、 あの美容室のところで冬だったんですけど作ってたんですけど除雪機がぐわーって通ってる中で作ったっていうそんなことより娘が目の前でこうやっとったら涙が出るけどめちゃ悔しいばっかりだいろいろありますからノリノリじゃった2、3人ちょっと濡らしてもらってますあちなみにあの僕は、まあ、八幡出身ですけど広島に住んでて府中町に住んでいますね彼は、山本です山本です、はい、であの僕らは近々一番 最近に練習をしたのは今日の午前中の青年会館だったんですけどそれの1個前の一番近々に練習したのは1ヶ月前なんですよね何の言い訳これで、あの曲を作ってあの、まあ、僕が大体曲を作るんですけどその曲を作ってで一緒にじゃあやるよって2人で練習したらなかなか時間かかるじゃないですかということであの僕が自分で作った曲を DVD で自分で撮ってそれを送るって言ってそうビデオレターが届きます誕生日の夜に、はい、そうなんですであの今年はさっきの「ワンライフ」という曲を1曲作ればいいかなと思ってたんですけどあの私あの今年の1月の20日ぐらいにインフルエンザになりましてですねタミフル飲んであインフルエンザになってしかもうち その奥様子供たちもみんな全滅でインフルエンザになりましてあの僕だけ一人で家でタミフル飲んで療養してたんですけどタミフルすごく効いちゃってですねすごい元気なんですよでも会社には行けないどうしよう曲作ろうってことでこの次の曲最後の曲「君の手」というですね曲を作りましてでこれを1月23日に作ったんですよでね、まさきくん誕生日が1月26日だったんでもう誕生日に合わせて送っちゃえみたいなねさっき言ったよそれもどうですか誕生日にこういう送られるみたいな重たいですね彼女だったら重たいですねあのまあイチャスくんですからいいんですけど見ましたよちゃんと家帰って2時間見ましたよこのラブラブ同級生はいありがとうございますということでじゃあ最後の曲君の手というですね曲を最後にしたいと思いますよろしくお願いします